今日のお題はつるしかきだよ。つるしかき、初めて聞いたものだね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくよ。つるしかきは渋柿の皮を剥いて干した干し柿の製法の一つだよ。まず渋柿の枝を吊るしやすいように T 字型に切って皮を剥いていくよ。皮が剥き終わったら T 字の部分が紐に引っかかるように紐に吊るしていき、直射日光の当たらない風通しの良い軒先などで干して作られるんだ。表面が乾いてきたら全体的に飴色になるまで優しく揉み込むことを何度か繰り返すことで中がトロトロの美味しい干し柿ができるよ。柿の大きさにもよるけど通常は2から3週間ほどでできるね。注意として作る工程でカビが生えやすいから湿気の多い時期や気温が高い時は作らない方がいいよ。冬に干し柿っていうのは乾燥していて気温が低いというまさに干し柿作りには最適の気候だったんだね。